こんにちは。第21回アシタカトさんです。今日のところは。ここの部分です。では、まず右手は前回が。ここのラのフラット、からラのフラットの和音で終わっていました。では次、ミのフラット、ここですね。ですからこういう感じで飛んで、ミのフラットを人差し指、または親指でもいいです。そしたら次は3つの音ですね。レのフラット、ソのフラット、シのフラット、この3つの音。これは親指、中指、小指がいいかなと思います。これを1回ですね。そしたら次の音はこの3つのうちの2つがタイになっているので、レのフラットとソのフラットはそのままで、シのフラットの代わりにラのフラット、これは薬指でやるといいと思います。ですからまずレのフラット、ソのフラット、シのフラットですね。でこの2つは伸ばしたままラのフラット、新しくこれ、この小指と薬指はちょっと動きにくい指だと思いますので、そういう場合は、まあ、ペダルとかがあれば、これあのタイになっていても伸ばしてなくていいので、このラのフラットの音必要なので、何かやりやすい指で、中指か人差し指でこのようにやったらいいかと思います。まず和音で、その後ラのフラットだけ、これ聞こえないといけないので中指がいいと思います。次、ファ、シのフラット、ファ、これは親指、人差し指、小指でいいですね。次、ソのフラット、シのフラット、ソのフラット、あ、ごめんなさい、こうですね。ソのフラットを親指、シのフラットを人差し指、上のソのフラット、小指、次、シのフラットとシのフラット、次、ラのフラット、レのフラット、ミのフラット、ラのフラット、これは、第20回の最後でやった音と同じです。親指、人差し指、中指、小指、次、これもちょっと画面を移動しますね。ちょっと画面を移動して、これも第19回でやったラレミラレミラレミラの1回目のラレミ以外の部分と同じです。ですから、さっき和音、ここでしたね。そしたらこの指のままですね、ラのフラット親指、レのフラット人差し指、ミのフラット中指、同じものをもう一度歌う上で、もう一度ラのフラット、レのフラット、ミのフラット、そして最後のラのフラットを小指。今日はここまでです。ではもう一度今日のところ、まずミのフラット、そしてレのフラット、ソのフラット、シのフラット、ラのフラットだけ、次ファ、シのフラット、ファ、ソのフラット、シのフラット、ソのフラット、シのフラット、シのフラット、次は音、ラのフラット、レのフラット、ミのフラット、ラのフラット、次、ラのフラット、レのフラット、ミのフラット、ラのフラット、レのフラット、ミのフラット、ラのフラット、ここまでですね。今日は右手、次左手です。では左手は前回どこで終わっていたかというと、前回ここのラのフラットで終わっていましたね。ではまずここのラのフラットだけ、ここ LH って書いてありますので、レフトハンド、これをレフトハンドでやって1回で、その後ミのフラット、ミのフラット、これは小指と親指、次ラのフラット、ラのフラット、今のところからちょっと降りてきてこういう感じですね。ラのフラット、ラのフラットを小指と親指で1回、次ソのフラット、シのフラット、レのフラット、これは小指、中指、親指でいいと思います。これを1回、
このアルペジオですね。ソのフラット小指、シのフラット中指、ドを人差し指、そして最後のミのフラットを親指で下からですね。こんなにゆっくりやらないですけど。そして次っていうところですけど、このレのフラット、ラのフラット、ファ、ラのフラット、これは第1回目でやったのと同じです。この4つの音は同じで、次のレのフラットとファ、これは第19回でやったのと同じですね。今日はここまでです。最後のレのフラットとラは人差し指と親指でいいと思います。それでは両手です。まず今日のところは左手のラのフラットから始めます。その後右手のミのフラット、次同時です。左手ミのフラット、ミのフラット、右手がレのフラット、ソのフラット、シのフラット、次も同時です。左手がラのフラット、ラのフラット、右手がラのフラット、次も同時です。左手がソのフラット、シのフラット、レのフラット、右手がファ、シのフラット、ファ、次も同時です。アルペジオなので左手のソのフラット、シのフラット、ド、そしてミのフラットに行くときに右手のソのフラット、シのフラット、ソのフラットを同時、次右手だけがシのフラット、シのフラット、次の音同時です。左手がレのフラット、右手がラのフラット、レのフラット、ミのフラット、ラのフラット、次は左手だけがラのフラット、次は左手のファと右手のラのフラットを同時に、次は右手だけがレのフラット、ミのフラット、ちょっとずらしますね。次はラのフラットとラのフラットを同時に、で右手だけがレのフラット、右手だけがミのフラット、そして最後の音同時です。左手がレのフラットとファで、右手がラのフラット、ここまでです。ではもう一度今日の部分です。左手、右手、同時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 、右手だけ、同時、左手だけ、同時、右手だけ、2回、同時、右手だけ2回、同時、ここまでですね。ではペダルを加えて今日のところをもう一度やってみましょう。ここにはリタルダンドとアテンポって書いてありますので、まずここのところにリタルダンドって書いてありますので、ここからだんだん遅くして、まあすごい遅くしなくてもいいけど、で次ここからアテンポです。ここから元のテンポに戻ります。ですからここはまず普通 でここからリタルダンドを始めて、でここから元のテンポです。では少し前からやってみましょう。コーダのところからやってみます。第16回のところですね。
これで第21回は終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。